で今度発売の53についてちょっと伺いたいんですけど、53の方だと。はい、53です。UT53Q ですね。はい、はい、こちらはですね、はい、まあ、今まであの小さい43Q で、はい、あのもう年末に販売したら63Q ありまして、はい、であのまあ、間を取ってっていうような形になりまして、これミラーレス乗ってますけども、もちろん一眼レフでも大丈夫ですよね。はい、はい、今お持ちのカメラみたいな、はい、結構しっかりしたクラスだと63Q、はい、はい、まあ、ここまでいかないぐらいの方、はい、レンズだけちょっといいのを買ったとか、うん、本体はあのちょっと大きいやつが、はい、っていうような方はここら辺でちょうどいいのかなと。あ、はい、あ、アルファ99とかだと結構きつい感じですか。いやそうでもないんですけど耐荷重何キロですか。 2.5 キロですね。 2.5 キロ、はい、でパイプの、うん、まあ、太さがやっぱりあの産業としての強さになってくるので、はい、はい、あまり、まあ、軽いものにしてしまうと、うん、低速のシャッターが切りづらかったりするんで、はい、あー、そっかそっかそっか。あとはあの持ってるリックとかの、はいはいはい、はい、あとの相談の中で。なるほどね、うん、全部一緒なんで、はい、ただあの、うん、持ち比べてもらうとこれで、はい、これ43Q、 これが43Q 軽いやつですね、はい、これ1キロぐらい、はい、で今度、はい、あのまあ、春に出るやつ、春に出る、まあ、53Q の方で、これであの 1.5 キロぐらい、 1.5 キロ、あ、なるほど。でこちらで、うん、これだとこれでもう一回り重くなって、なるほど、1600g、 でもそんなに重いってわけじゃないですね。そうですね、ただちょっとずつ大きさも変わってくるんで、ちょっとずつは来てますけど、はい、うん、まあ、微妙なところで、はい、ニーズが分かれるんで。なるほどね、はい、ちょっと使い分けていただければと、はいはいうところですね。いや実は僕ね、待ちきれなくて、あ、本当ですか。